うまいっすね。すみません。それじゃ。報道愛の時間です。先日無事に犯人逮捕となった稲葉市の逆さ貼り付け連続殺人事件、解決の陰になんと現役高校生の文字通り少年探偵の活躍があったことご存知でしょうか。今日は甘いマスクでも話題をさらいそうな探偵王子白金直人くんの特集です。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お兄ちゃんと同じだ。まずは先日の犯人検挙お疲れ様でした。この事件はかねてから謎が多いとされてきましたが、お手柄でしたね。手柄と呼べるほどのものじゃありません。確かに先日の諸岡さんの事件については犯人の仕業に間違いありません。ですが事件の全体像を見渡したとき、僕にはいくつか違和感が残ります。はあ、と言いますと？具体的なことは残念ながらまだ何とも。ですがことは3人もの犠牲が出た殺人事件です。小さな違和感でも追及すべきだと僕は思います。はあ、警察会見の内容と若干異なるようですが、では次に探偵王子の素顔と題しまして、直人くん自身のことを聞いていきたいと思います。探偵王子が今まで解決してきた事件はなんと24件、そのうち16件が、
お兄ちゃんの学校、探偵さんいるんだ。ナナコも将来はお兄ちゃんの学校行く。よし。ねえ、昨日のテレビ見た？ナオト君出てたやつ。お手柄探偵王子ってのだろ。ま、実際に捕まえたの俺らだけど。でも容疑者を見つけたのは警察だし、それに協力してたんでしょ。お手柄は確かだと思うよ。けど意外なんだよね。彼テレビとかに出たがるようなタイプじゃないって思ってたんだけど。おはようございます。実は事件のことでお話があって皆さんを待っていました。お話？長話してっと遅刻すんぜ。あれ？てかお前制服。現時点での僕の考えを聞いてもらえますか？なんだよ。最初に被害者の共通点ですが、まず殺害の前に必ず誘拐されるということ。狙われるのはメディアにある程度はっきり取り上げられ急に知名度を得た地元民。そのあたりが確率的に高いでしょう。少なくとも被害者の人物像はあまり重要ではないと思っています。この点皆さんも同じ見解を得てるんじゃありませんか？では単刀直入に言いましょう。この条件に皆さんの何人かも当てはまるということは認めますか？今回の事件は2件目と3件目の間に長いブランクがありました。でもさっきの条件を踏まえて調べるとそれらしい失踪は続いていた。天城由紀子さん、辰巳寛治さん、久慈川理瀬さん、どの人もテレビで報じられた直後に失踪。何かのわけで死を免れたか、自分から目をそらすため自身を被害者の一人に見せかけたか。殺された被害者とも何人かは接点がありますし、皆さんの誰かが犯人かと疑ったこともあります。私らの誰かが犯人ってそんなわけないでしょ。そういうこともあったと言ったんです。現時点でまとめ直すなら、今の僕の考えはそれとは全く逆です。犯人なんじゃない。おそらく皆さんは犯人を追い詰める手段を持った人たち。怪獣ではなく助けたから仲間が増えていると考えれば全ての辻褄が合っていく。あくまで想像ですけどね。ただそう考えるとやはり3件目諸岡さん殺しはおかしいんですよ。メディアにも出ず失踪した形跡もない。そして何より遺体の状況がおかしいです。2件目までの遺体は今も詳しい死因が不明なのに、3件目だけ鈍器による後頭部強打が直接の死因だと分かっている。警察はこの違いに納得のいく答えを持ってないにもかかわらず事件を収束するのに必死です。この上は何か確証をつかめる行動が必要でしょう。確証をつかめる行動？まあ結果がどうあれこれで何かがつかめるはずです。それに皆さん、以前僕に興味深いことを言いましたよね。おい、どこ行くんだ？
僕は遊びのつもりないですから。ナオト君、はあ？忘れな。
悪い。ありがとうな。じゃあな。先生。帰って。誰か映ったよな。犯人捕まったってことは、映ったからって心配する必要ないのか。でもそういや以前、このぼんやり映像、まるで犯行予告だとか意見出なかったっけ。考えてみりゃ、真夜中テレビって結局何だったんだ。事件と絡んでたのか。あーなんかすっきりしねえな。どう思うよ。映ってたの誰だと思う？ナオト？なんであいつが映るんだ。そういやあいつ、真夜中テレビのことはどう思ってんだろうな。あーわかんねえ。気になる。きっと他の連中も見ただろうから、明日学校で話そうぜ。じゃあな。で、昨日の真夜中テレビだけど、映ったの誰なんだろう。クマにも連絡したけど、あっちには誰も入ってないっつんだよな。だって犯人もう捕まったじゃな
まあな。え？ああ、なんすか？なーにボケてんだよ。昨日のテレビ、お前も見ただろ？あんなん関係ねえっすよ。もう犯人パクられたんだし、先輩らビビりすぎっしょ。ナオトの野郎が言い残したことわけわかんねえし、振り回されたってしゃあねえっすよ。え、ナオトくん？いや、その、なんつうか。なんだよ、ナオトの言ったこと気にして、そんでぼんやりしてたのかお前。お前あいつとのことまだ引きずってたんだ。違う、引きずってねえっすよ、なの。まあまあわかるよ、否定したい気持ちはさ。でも無理すんな、誰も責めたりしないから。の野郎うぜえぞ、引きずってねえっつってんだろ。ったく、俺用事あんで引けるっす。ダメだって、そこいじったら。そういうの流せないって知ってんでしょ。ねえ、なになに、カンジってナオト君となんかあったの？あ、それよりさ、なんだか最近変じゃない？街の雰囲気。みんな妙に浮かれてるっていうか、他人の話ばっかりして。そう？別に今に始まったことじゃないっしょ。やばい事件が解決したんで、不安がなくなった反動じゃん？世間なんてそんなもんよ。たまたま旬が来てるんでしょ。即熱して即冷める。お祭りよ全部。流行り廃りに訳なんてない。でも、いくらなんでもちょっと変っていうか。なんだか、怖がってるみたい。ごめん、そんな気がしただけ。ふーん。今夜も雨だっけか？テレビはチェックだね、一応。皆さんこんばんは。探偵王子こと白金直人です。世紀の大実験ゲノムプロジェクトへようこそ。僕がこれから受けるのは人体改造手術、禁じられた素晴らしき秘宝。あなた方は今こそ目にするでしょう。この僕の新たな旅立ち、新たな誕生の瞬間を。僕という人間がある日を境に全く別の人生を歩み始める。そんな記念日を皆さんと共に体験したいと考えています。どうぞお楽しみに。あ、もしもし先輩っすか？今、ナオトの野郎が。これつまりあいつ誘拐されたんじゃ。テレビがはっきり映って喋ったりするのは確かあっちに放られてからなんすよね。どういうことすか？犯人捕まってるはずじゃねえんすか？そうっすね。急に電話しちまってすんません。探偵だの手柄だのつって、てめえが拉致られてりゃ世話ねえだろうが。クソ、イライラすんなあいつ。
とにかく明日すぐメンツ揃えましょう。昨日の直人くんだったよね。クマくんどう？やっぱりいる？匂いするクマ。これじゃ同じだ。今までと何も変わってねえ。今までと同じ。そうか。だから直人くん急に特番の取材に。直人くん違和感があるって言ってた。納得できないって言ってた。それと誘拐されるのはテレビに出た人だって言ってたでしょ。まさかおとりになろうってのか。俺らも直人も同じ推理してたろ。テレビに出て話題になった人が失踪ってさ、あいつそれが正しいって自分で証明しようとしてるんじゃん。わざと誘拐されたってこと？そんな死んじゃうかもしれないんだよ。遊びのつもりじゃないってあの子言ってた。どうしよう、私だ。私が前あの子に。バカが、分かるように言って行きやがれってんだ。詳しく話せば止められると思ったんだろう。だからわざわざ。なの分かってるよ、クソ。でも今捕まってる犯人はモロキン殺したの久保でしょ。確か直人くん言ってたよね。諸岡先生の時だけ死因がはっきりしてて変だって。じゃあ久保は諸金しか殺してないのか。だから諸金だけテレビに入れられた形跡がなかった。諸金の時だけ手口を変えたんじゃない。花から別人の犯行ってことかよ。じゃあ直人くんさらったやつが真犯人ってこと？でも待って、久保のやつ全部自分だって言ってなかった？他人の罪をかぶったの？おかしくない？ニュースでも犯人の少年は他の事件も自白してるって。それにまだなんか引っかかることが。パクられた奴のことなんざ関係ねえっすよ。グズグズしてっとあのバカが向こうでくたばっちまう。行くしかねえだろ。確かに誰か入ってる。それにこの世界また少し広くなってる。さすがやね、リセちゃん。クマの鼻そこまではもう全然無理。肩もみもみしましょうか。邪魔すんなっつの。前と同じ。いるのはわかるけど場所が見えない。
何かあの子のこともっと分かるもの、手がかりが欲しい。今のままじゃどっちに進んでいいか分かんない。くそ、あいつのこと分かんねえことだらけじゃねえか。けどこのままじゃあいつ、いつものことでしょ。焦らずに天気を気にしていつも通りやろう。必ずうまくやれるって。とりあえず彼の居場所つかめそうなものを探さないと。分かってるっす。焦ってなんかいねっすよ。こっちに入ってることは分かってんだ。ならこっから出してやるだけだ。すぐ見つからなくてごめんね。けどあの子を感じられるような何かヒントあれば絶対見つけてみせるから。Thank you.
つかる。Thank you.
マジかよ。のかな。
怖いよ。先生、ありがとう。分かったんだ。なるほどね、意地だね、完全に。けどそれって実は直人くんにしては珍しく感情的ってことなのかも。うん、だいたい感じ分かった。多分いけると思う。すぐペルソナで見つけるから、そしたらついてきて。なんすかね、ここ。SF チックっていうか、ああ、わかった。特撮の秘密基地っぽくないか？ああ、ガキん頃は憧れたっすね。あれしんどいらしいよ、現場。滝とか火の中とか余裕で本人飛び込むらしいし。ま、男のロマンの基礎だな。まあそうね、気持ちはわかるかな。カンフーと一緒でアクションだしね。それに秘密基地って響きも結構ときめくよね。実は私も小さい頃、ユキコンチの裏山あたりに作ったことあってさ。仙人に必殺剣を伝授されるわけよ。アチョーってね。それは基地じゃねえだろ。けど考えてみると、この特撮っぽい場所って、ナオトの心が出元なんだよな。だとすると、結構可愛いとこあんのかもな。よし、急ごうぜ。